コリント1、1章18節、十字架の言葉は喜びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。祝福を宣します。皆様平安に。あなたは世界を生かす宣教師です。荒れ果てた譲りの地を継がせよう。毎日勝利する道があります。十字架をしっかり掴んでいくことです。毎日祝福を受けるため、神様が私たちに与えてくださったのが十字架の福音です。それで十字架の福音が一番明らかに鮮やかに握られるように、本当に確認させ、この十字架の福音で私が生き、私と感じるすべての現場を生かせるという答えを持って生きる皆様になれるように祝福します。私たちが運転するときには、よく知っている道もナビをかけて、その通り運転します。あるときにはちょっと間違った道で導くこともあります。そのまま行ったのに、そんな経験が私たちにはあります。神様の民である私たちには御言葉を与えてくださったのに、それが私の人生にコンパスのように与えてくださったのは神様の御言葉です。慌ててならないように、方向を失わないように、神様が私たちに御言葉を与えてくださいました。それで御言葉がなかったら、問題を見たら解決、私が解決 しようとします。それでせっかちで不信仰をするようになります。これで迷う人生になるんです。で、御言葉がある人々は違います。御言葉がある人は、その御言葉の中で神様の正確な方向を受けますから、どんな事件と問題にあってもせかちにならなく余裕があり、不安にならなく、壊らなく、まかったの信仰の中で勝利します。私たちがよく知っているダニエル、幼い時に捕虜に捕まれていきました。隣の大勢の人々のによって、また獅子の穴まで引かれていたんです。でもダニエルには神様の御言葉がまずありました。それでダニエル1章に見れば、志を決めて、その志を決めるというのは 何の意味ですか。それは神の契約を握って心に決断したということです。王の食べ物、またブドウ酒を飲むべきな、その状況でそれを断って、それは偶像崇拝の前で捧げた食べ物でしたから、それを断って、ただそれは単純に食べ物に対した断りじゃなくて、ダニエルをその管理が見て命令をしました。王の食べ物とブドウ酒を飲まないと誰も生きられない、生き残されない、そんな状況になりました。
さあ、それその時ちょっと騙してみましょう。たくさんの人々が王の食べ物を食べているのに、私たちはそれを食べなく野菜を食べます。それで10日の期間を与えてきなさい。それで差があると、その10日過ぎた後ちょっと近くなると、神様の御言葉を持ったダニエルは顔に光があり、もっと強い神様の御言葉の中で、いるものにはいるものにあろう、まことの祝福は何でしょうか。危機の中でもダニエルは感謝しました。余裕を持っていました。ちょっと話が獅子の穴に入るということで、もし皆様が獅子の穴に投げられたらどうなるでしょうか。ただ言葉で聞いているから私たち、あんまり感じていないんですね。誰にも助けを受けることができない。それでダニエルは神様の前に行きました。感謝で御言葉が心に留めたものは、すべての問題の中でも神主が正確な答えを探せるように、生きるべきな道を主が与えてくださいます。今日ただ牧師の説教で聞かなく、神様の御言葉が皆様の心に留められる時間になれるように祝福します。私たちの環境が問題じゃないんです。難しさが問題にならないんです。でも神様の御言葉が心に留められたら、その難しさの中で神様が与えてくださる答えが見え、生きるべきな道が何かどこか見えます。それで迷わず人生の道を行きます。だったら今日主が願う道を行くべきなのに、神様が願う道は何でしょうか。聖書で他のことを言わず、私たちに人生において主の道に行けと言っております。それは何でしょうか。誠の十字架の福音を持って、私たちが命を懸けて、あなたと関しているすべての現場に十字架の福音を伝えて命の中に入りなさい。それが聖書で与えているものです。主が願うことです。一言で聖書のことを言えば、福音を分かるとその中に入る、あなたと感じるすべての現場で十字架の福音を伝えてということです。先週も言葉を受けました。福音を福音にとなるように、私がそこに使われると神様は私の全てを、全てに責任を取ります。この時間、本当に十字架の福音が私と関している何をするべきでしょうか。1番目、イエスを見なさい。2番目、十字架の福音を信じなさい。1番目、十字架を見なさい。この十字架の復活の力で命を得る道に入るには、イエスを見なさい、見なければならないんです。今日ヘブライ書12章2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。なぜ
でしょうか。ご自分の前の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめを物事せずに十字架を忍び、それで私たちはまずイエスを見なければならないんです。12章の前でヘブライ書12章の前で11章には、11章には内容が旧約の本当に勝利した信仰の人々の話が書いています。その信仰の人の前にはヘブライ11章だけじゃなくて、聖書で勝利したみんなには交通的につける言葉があるのに、信仰でという言葉です。信仰で12章2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。それで本当に私たちの環境を見れば本当に落胆するべきなものですけど、その中でもその中にいっても、信仰のイエスを見なければならないんです。大勢の人々が信仰生活していても、問題が来たら問題に落ちてしまいます。危機が来たらその危機を見ます。イエスを見たらいいんですけど、まことの力を味わえて、霊的な力がないから、危機を見、問題を見、落胆して、本当に挫折して、それが私が会う問題が一番大きい問題で考え、そこから出られないんです。ヨセフを見ましょう。ヨセフの母は亡くなりました。ヨセフには兄弟がいました。そのヨセフはヨセフを妬って仲間外れをしました。母が4人で、近く母の兄弟が10名いました。その問題にあったヨセフ、そのヨセフにある悪気をどうしようか、どこからヨセフがそんな問題から避けるでしょうか、避けられたでしょうか。でもヨセフは避けろうとしなくて、神様の前に見ました。神様に前に立ちました。信仰の主であるイエスを見たんです。そんな状況を見たら、ヨセフは崩れるべきでした。未来がなかったでしょう。自分も願わないで親が亡くなりました。その空いた心はどうするべきでしょうでしたか。で、兄弟が本当に苦しめたんです。で、主がその兄弟をふさげなかったでしょうか。で、立って苦しめたその兄弟を、兄たちを。で、ヨセフの苦しさを分からなかった主じゃなかったでしょう。でもヨセフはそんな危機の前でそれを苦しみだと思わず、神様を見たから、奴隷に行ったけど、その恨むそんな生活じゃなかった、主の計画、志があることを分かって、御言葉の中で言ったヨセフでした。御言葉を 心に込めて、神様の隠された計画と未来を見たんです。だから奴隷という現実の前でも主の未来を見たから、その現実がヨセフには答えであり、
行くべきな道であったことです。だから絶対譲れなかったんです。私たちがキリストを見ましょう。本当に主を見ましょう。なぜ主を見たら大丈夫でしょう、いいでしょうか。主は喜びのため十字架を我慢しました。ヘブライ書、喜びのゆえに。喜びは何でしょうか、何でしたか。神様の喜びは、熱心に信仰生活して教会に一緒に熱心に通って、それが喜びでしょうか。神様の 前の喜びは、失った霊的な祝福を回復することです。創世記1章12節、神様の形を回復するのが神様の喜びで、キリストの前の喜びです。皆様、信仰生活を良くするのも重要です。熱心に信仰生活し、献身し、奉仕するのも重要です。で、本当の神様の喜びは、創世記3章の事件で、霊的な状態に落ちた人間が神様の姿形を回復すること、それが本当の喜びです。だって救いの働きを喜んで、人間の方法ではできない誠の命を開けるイエス・キリストのみできる、それが本当の喜びです。その命の計画を与えるため、キリストが十字架を我慢したんです。忍びたんです。イエス・キリストの死だけが私たちを解放できる。運命から、イエス・キリストの死だけが運命から解放できるものです。で、喜びのため十字架を忍びたと。また恥ずかしめをものともせずにと言いました。呪いのシンボルで十字架、シンボルであった十字架でした。その十字架を折った人々には、隣の人々がどうしても構わなかったんです。本当に椿をかけてもあざけても。でも、そんな恥ずかしめをものとも しなかったと言いました。それで、本当に、それで本当に羊のように言葉せず、私たちに喜びを与えてくださる、その喜びのため、私たちを救ってくださる、その喜びのため、他のことを気にせず、そのイエスキリストが復活して40日の間、この世に泊まって、また後に主の神様のビザの右に茶席作設されましたと。それで、すべての力である、上からの力、それはビザから来る万物に命を明け力を与える。それ私たちが受ける祝福はビザの背景です。だったら、イエス・キリストが見られなくように、私たちの霊的な状態がどうか毎日確認しなければならないんです。救いの喜びを与えるため、
キリストが持ったその喜び、救ったその喜びを与えるため十字架を負って恥ずかしめをものとしなかったのに、だたらキリストを見られない理由はないでしょう。で、私たちは本当に主を 見ていないんです。見られない霊的な状態、私は何のためキリストを見られないか、キリストのみ見たらいいのに、私にある 何かのため、それで選手本当に福音を福音にできなくする、私にあるもの、それを確認しなければならないんです。霊的な状態がどうなんですか。皆様の人のしきりに人の影響を受け、人の認めを望んで、そんな雰囲気に慣れていますか。それがキリストを見られなくする重要な理由なんですけど、皆様の健康、子どもの問題、家庭の問題のため主を見られなく見られない生徒いらっしゃいますか。キリストを見たら家庭の問題も子どもの問題も健康の問題も解決できます。それがもっと大きく見えるから、私が会っているその問題が大きく見えるから、私の前に来ている子どもの問題、健康の問題がもっと大きく見えるから騙されています。どんな状況問題があっても、私たちはキリストのみ見ましょう。それが全ての問題を解決する答えです。苦しみを解決する答えです。私が好きな言葉があります。詩編31節、私が難しい、本当に詩編31編詩編31節31編8節から見たら、本当にダビデがどんな状況にあったか、それ重要な、だからちょっと確認していきましょう。詩編31編9節から31編9節から見ましょう。13節まで、9節から13節まで、私は憐れんでください、主よ、私は苦しみがあるのです、私は目に苛立ちで驚えてしまいました、私の魂もまた私の体も誠に私の命は悲しみで尽き果てました、私の年もまた嘆きで、私の力私の咎によって弱まり、私の骨も衰えてしまいました、私は敵対するすべてのものから非難されました、わけでも私の隣人から私の親友に恐れわれ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去りました、私は死人のように人の心から忘れられ、壊れて器のようになりました。13節まで、私の多くの者のそしりを聞きました。ダビデには心の苦しみがありました。それで力が魂が弱くなりました。どのぐらい辛いものであるか、骨が本当に弱く、骨が衰えてしまったと、それで敵対するすべてのものから非難されて、隣の人から侵入から、また私
自分で会う者が逃げて逃げ去る、避けて逃げ去る。それで12節には死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになったと言います。それで忘れられたものになったんですけど、壊れた器のように、また13節に多くの者のそしりを聞き死を発表、皆恐怖だった。どんなに苦しんだでしょうか。で、ダビデはそこから信仰を告白しました。14節、しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します、あなたは私の神です。どんな苦しみの中でも問題の中でも、本当にその問題の中で信仰を告白しましょう。私はあなたに信頼して、あなたは私の神です、と。その時すべての暗闇の力が崩れます。恨んで不平する、そこに連れていたら、私たちはどんな環境にあっても、どうしても私は主を信頼して、主は私の主です、どんな環境でも構わないということでしょう。主のみ見ると、なぜ主だけ見たらよろしいでしょうか。主が私たちに与えてくださった救いの力は、喜びである救いを私たちに与えてくださったんです。その中に全ての祝福があります。で、私たちが問題に試され、教会に引っ張り回されていると、霊的な祝福を全部逃しているといるんじゃないか、私たち確認しなければならないんです。神様は喜びを与えてくださる救いの働き、私と皆様にあります。救われたと、神様の御子になったというのは全てを持っているのです。救われた身分で、身分を持っているのに、私にある問題で苦しみで、その祝福を失ってしまったら、どんなにもがし重苦しいものでしょうか。その救いのため、キリストが十字架につけられて私たちに救ってくださったのに、私たちのその問題でそれを逃したら、それが一番愚かなものでしょう。花教会の皆様、イエス・キリストを信じましょう。どんな環境でも、主よ、そうでも私は主を信頼し、主は私の神様ですと告白する。それで問題の前で立って、神様の働きを見られる皆様になれるように祝福します。2番目、十字架の力です。コリント1、18節にパウロの告白でした。十字架の言葉は本当に救いを受ける私たちには神の力です、と。その十字架は救いを与えてくださる神様の力であること、パウルの心が本当にもどかしかったです。十字架の死、復活の福音が認められる聖徒を見ながら、本当にそうでした。教会に通っていて、それを本当に祝福を知らない人々を見て気の毒だと思ったんです。自分のなんとかイエスを信じたら平安が来るというくらいの水準で、私がイエスを見てよくなる、うまくなる、
私たちの人格の修養のため、教会に通う、そんなくらいだから他のことを言います。それがコリントの教会にもありました。どんな言葉、キリストを信じたら大丈夫、キリストのみ信じたらもういい、キリストを信じたら救われる、私たちの先祖が熱心に守った立法を私たちも守らなきゃという、そんな言葉が教会の中にありました。キリストだったら大丈夫か、それで全部か、それで立法を守らなくちゃという、そんな雰囲気があったんです。そんな内容がその教会の中にありました。立法はどんなものですか。立法は守ろうとしたらするほど私と皆様の力でできないという、それ私たちの力ではサタンと呪いと運命で抜け出ることができないことを悟るため、キリストの福音のみ必要なことを悟らせるため立法を与えてくださったんです。で、先祖たちが立法を守りながら生きたから、その考えが思いが教会の中にもありました。また何か私たちが福音を持ったと言って主が完了したと言ったのに、私にはそうではない。それで私が願うこと、私に必要なこと、私に できないことに執着します。それで生徒の答えの基準が、私が願うのが断れたら答えを受けた、私の必要なものが満足になったら、私にそれが福音で満足できたと考えます。それが福音じゃないんです。私が願うものに答えを受けるのが福音の基準じゃないんです。こんな中心でいる者たちを、本当に十字架を無駄に握っていると、コリント、私たちの飲めなかったコリント書17節を見たら、本当に自分の問題の解決するため、実際に私の必要を満たすため、そんな目的で、キリストを信じている者もあります。それでそのキリストの十字架が虚しくならないように、パウルには、パウルはそんなに思ったんです。イエスのことを言うのを聞いてみたら、神聖冒涜で、パウルはイエスを信じる者、教会たちを破壊するべきな、そんなパウルでした。で、ある日パウルがダメセクで復活したイエスに会った後、その後パウルの全てが変わったんです。十字架の死が呪われた死じゃなく、私の一人の命を救うための十字架の死であること。それでパウルが告白したのが、コリント2章2節には、私は十字架のこと以外は、十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したと告白したんです。復活したパウルに会ったイエスパウルは復活したイエスに会ったパウルは
コリント2章 2節にあなた方の間にイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したと告白したんです。今からはただ十字架、またイエス・キリストとその十字架につけられた方のほかには言わない。カラディア、私は十字架だけ、カラディア6章12節にはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりませんと。自分のような人が本当に大勢いたことを知っていたから、パウルがそれで十字架のみ私は誇りすると。この十字架の福音、毎日皆様に正確に握られることを祝福します。毎日の生活の中で十字架をしっかり握って、それが毎日毎日勝利する生活です。もし皆様の中に十字架を握られなくするものことありますか？それでカラディア2章20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が十字架につけられた、私の考え、私の中心に生きたすべてを十字架につけられた、そのため私が十字架を味わえなかった、福音を味わえなかったと告白し、私たちの中の欲、世の中の欲、方法、十字架の福音を悟らせなくするものです。それを霊的な戦いをして癒されること、皆様自身を十字架につけてというのは、福音じゃないことを十字架につけてということです。もう死んだのに、皆様の中のすべてが死んだのに、まだ生きているから十字架の福音を味わえないんです。他の戦いをしないで、霊的な戦いをしなさい。人々の間で戦わなく、十字架の福音を本当に福音とする霊的な戦いをしなさい。まとめます。十字架の力は、皆様と私が絶対解決できないすべての罪、呪い、サタンの運命を解決する力です。それでキリスト一人で十分で、不足じゃないんです。その力を頼って私たちが進むとき、神様がすべてを道を開き、福音の働きがどのぐらいすごいものかを確認されるようにしてくださいます。毎日十字架をしっかり握って、十字架を握らなく進むときには、サタンがなく獅子のように私たちを攻撃し、私たちの計画が残っている私たちを攻撃して、本当にものすごい祝福を受けているのにもかかわらず、私たちは騙されてしまいます。葛藤の中で騙されず、苦しみで騙されず、十字架はすべてを解決する力です。この十字架をしっかり握って進んで、誠の祝福が味わえるように祝福します。賛美して祈りの時間を持ちます。賛美は信仰の主、祈りの課題を見ましょう。十字架の福音を持っている伝道弟子の祈りです。1番目、イエスが私の主であり、私のキリストであり、今も生きている神様である
信仰をあるのを信じる信仰をください。2番目、イエスが私のキリストであるその一つで過去のすべてに答えを追い、今日未来のすべての道が答えの歩みになれることを願います。3番目、福音を福音となれるように、十字架の力を味わえ伝えるものになれるようにしてください。그리스도 예수님께서는 우리에게 구원을 주시기 위해서 십자가를 참으셨고, 우리에게 구원의 생명을 주시기 위해서 부끄러움을 개의치 아니하셨단 말씀했습니다. 우리에게 참된 이 생명의 역사를 주시기 위해서 지금 보좌에서 우리와 함께 하시고, 시공간을 초월한 능력으로 함께 하시고 우리를 지키시고 보호하시는 것입니다. 정말 다윗의 고백이 오늘 우리에게 고백이 되기를 원합니다. 나에게 많은 문제들이 있습니다. 어려움들이 있습니다. 힘든 것이 있습니다. 사실입니다. 부인하는 것이 아닙니다. 그러나 여호와여, 그러하여도 나는 주께 의지하고 주께 말하기를, 주는 나의 하나님이십니다. 정말 이 믿음 고백 가운데
하나님의 성도들에게 역사하여 주시기도 하시고 정말로 우리에게 십자가의 능력은 우리가 절대 해결할 수 없는 죄, 저주, 재앙, 사단의 운명을 해결하는 능력입니다. 십자가의 능력은 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 이 땅에 살아가는 동안에 십자가 그 하나만으로 모든 축복을 누릴 수 있는 능력이 십자가의 능력입니다. 오늘도 매주간 매일매일 삶 속에 십자가 복음 단단히 붙잡고 나감으로 날마다 승리하는 삶이 되게 역사하여 주옵소서. 우리 같이 한 음성으로 한번 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 우리와